はい、速稼塾の久保です。今回の億万長者合宿はお金についてなんですけども、まあ、やっぱりね、お金を稼ぐ人稼がない人、一つの結論をこの時点でのものを持っておくべきかなと思いますね。で、私の儲けるためのルートの選定っていうのは非常に単純でですね、今やってることを続けていて稼げるかどうかっていう判断は結構ね、多くの方できると思うんで、それに忠実になっただけなんですよね。まあ、例えばですね、アルバイトで日当8500円の仕事をするとするじゃないですか。これ10年続けていても資産築けないですよね。財産作れませんよね。じゃあそれをいかに早く辞めるかってことなんですよ。月給20万とか30万の仕事もずっと10年20年続けていて、じゃあ月収が100万とか200万になるかって言ったら、その可能性は、まあ、ゼロに近いんではないかってことがね、自分がよく分かってると思うんですよ。でもやっぱり多くの方は昨日まで働いていたところに今日も出勤し、今日までの稼ぎ方をやめずに明日からもそれを続けてしまうんですよね。じゃあお金の問題解決できるわけは私はないと思うんですよね。もちろん今の所得と自由な時間で満足してらっしゃる方にはこの私の考えを押し付けるものではないですけども、まあ、少なくともですね、速稼塾とかこの動画に興味を持ってどうやったらお金って稼げるんだろうっていうふうに考えていらっしゃる方、稼げないことをやめて稼げることをやれば稼げるようになるのは、まあ、自明の理だと思うんですよね。で、私の例ですけども、私は自己アフィリエイトっていうのは2013年の6月14日に、初めてやってみました。そしたら売り上げ出たわけなんですよね。で、これは稼げるなと思ったんです。これが1個、ずっと自己アフィリエイトやっときゃいいやと思ったんですよ。で、プラスですね、その自己アフィリエイトってものを人に教えることをやっていこうかと思ったんですよ。で、人に教えて2万円以上の売り上げを出させて、で一つの成功としてですね、で、その講師代、コーチ代を1万9800円いただくというモデルにしたんですよね。要するに教育をビジネスにしてみたわけなんですよ。そうすると自己アフィリエイトを覚えた方で売り上げを立てた方は、私の目の前で喜んで感謝してお金を払ってくださいました。その方にとってみたら絶対圧倒的にプラスなわけですから、それは価値を感じて、ね、喜ぶのも決まってるわけなんですよね。私に払う1万9800円は相対的に安いという判断ができるわけなんですよ。ということなんで、私のビジネスってのは2つに広がりました。自己アフィリエイトと自己アフィリエイト教室をやるってことで速稼塾っていうのはスタートしたわけなんですよね。そして次に速稼塾の中でやったものっていうのは、まあ、転売ですね。100円とか500円とか1000円でできる本や CD のブックオフからの仕入れ、そしてそれをインターネット上で販売するという転売というビジネスをね、始めていきました。当時はヤフーオークションしかなかったんですけども、ほどなくしてメルカリっていうのが始まったんで、すぐにメルカリに出品を切り替えてもらいました。まあ儲かりますよね、それはね。で、儲け方を教えるという、これまた教育ビジネスも並行してやったわけなんですよ。次は転売をちょっと進化させて、資金のある人向けにカメラ転売をやっていきました。まあ、転売の方法は非常に簡単でですね、カメラの転売ってあらゆる転売の中で一番簡単なんだと思うんですよ。まさにね、カメラの北村のネット通販で仕入れて、そして、ヤフオクなり、メルカリなりで販売していくという非常に単純な方法です。もうこれはね、カメラ1個あたり5000円とか1万円とか、あらりがどんどん出るんで、ものすごく楽ですね。ただやっぱりこれカメラって最初の仕入れに資金が30万とか50万とか必要ですから、ある程度の在庫を持とうと思ったら100万とか200万っていう元栓を持ってないとできないかなと思いますんで、30万50万程度でやらない方がいいかなと思ってますね。で、次はサイト作成です。私はホームページ作れますんで、ホームページを作って、ビジネスを広げていったわけですけども、ホームページを作れない人に対してホームページを販売していったり、ホームページを作るサービスをね、教育コンテンツを作ったりとかして収益を上げていきました。ここまででも稼げるものを続けてきたってことの大きな形になると思うんですよ。私が提案してきたのは作業的には1時間前後で済むものばかりなんですよね。でも私がいただく金額ってのは2万から10万という間です。そうすると1日が24時間ありますから、まあ 2,3 時間この作業をしただけで5万から10万のあらりってのはまあいただけていけるかなっていうふうに考えたわけなんですよね。そうすると3年間で、まあ、1億円のレールには乗ったなと思うんで、それをずっと続けてきたってことでございます。で、まあ、こんなに儲からないものとか、日当で1万円にもならないものは、どんどんやめていきました。で、当時私、麻雀店やってまして、どっちかっていうと、1日3万円のマイナスだったんで、経営の方がね。まあ、ですんで、ちょっと時間かかりましたけどね、やめることにしましたね。で、次は PCP、PBC 広告ですね。もう、ペーパークリックっていう形の広告なんですけども、今はね、そんなにうまくいかないと思いますけども、当時は PPC 広告花盛りで、私も PPC 広告をあっという間に、覚えて、で、やり方をね、販売していったわけなんですけども、これも結構売れましたね。で、マインドセット、物の考え方ってものも販売することができました。ついにはですね、
どういうふうに自分が考えているかってことまで、自分のね考え方だけでも売れるようになってきたわけなんですよ、うん。まあ、そういった感じでね、いろいろと今まで商品を販売してきましたし、自分が販売に足りうるようなレベルで、まあ、自己分析できたりとか実践できて結果を出すってことをやってきました。暗号通貨もちょっとね変則的なんですけどもやってきましたね。暗号通貨に関しましては、私はね ADA っていうあのカルダノのコインをたまたま買ってたんですよ。でそれが上場後に、かなり800倍とかの値をつけて大きな利益を含み益をね取ったわけなんですけども、その時思ったんですよ。暗号通貨の世界ではこれ1だなと。他のものは ICO とか言ってやるけども、2番線地でどれもこれも儲からない、値上がりしないと思いました。なぜなら暗号通貨っていうものは1個あれば十分だからですよ。これはね、今だったら多くの方は確かにその通りだなっていうふうに考えると思いますけども、当時私はそのビットコインがあればもう暗号通貨いらないんじゃないかなと思いましたし、暗号通貨がもし必要となるとしたらビットコイン以上に使いようのあるものね、まあイーサリウムとかね、その後のカルダノってものになるんですけども、まあこの3つぐらいあればいいかなと思ったら、まさにそれ以外のものってのはもうペンペン草も生えない状態で、有名人がセールスしたものも、まあ、結局はねインチキでお金を失った人ばかりだっていうことにもなると思うんですよ。私の場合は ICO を全部やるなっていうような放送ばっかりしてましたんで、 ICO をやるなってことに対して信頼が集まって、今ソカ塾の塾生さんが爆発的に増えた、私のね YouTube チャンネルも爆発的に増えたっていう時期がありました。多くの方が儲かるよっていう中で儲からないって言い続けたのが私だったわけなんですよね。ということでね、儲からないのをやらずに儲かるのをやっていくことによって、まあ、お金に関する問題はすごくね、なくなっていくんじゃないかなと思いますんで、目先のお金に取られることなくね、やっぱりある程度長いスパンで自分の人生構築していこうとした時に、やるべきではない、続けるべきではないものっていうのを早くね、決断して断ち切ることだと思いますね。お金に関してはそんなところですかね。まあ、私はだからそういうふうに儲かることをやって儲からないことをやめたということだけで今ここにいるのかなと思っております。いや本当にねありがたい話だったんですけども、振り返れば私もね儲からないことを一生懸命いろんな理屈つけてやってましたね。店舗なんてやっぱり私の力量でやるべきではなかったと思いますね。では失礼します。